まあ、僕こいつはずっと芸人やってたから、まあ言うたら舞台経験がまああったけど、俺は全然言うたら NSC には入って M1 甲子園とかで漫才やってたけど、もう素人レベルで、で NSC もなんかもうほんまに3ヶ月も行ってないぐらいで辞めちゃったんで、もうほぼ素人の状態でこっち出てきたんですよ。で言うたら舞台とかでもあんまうまいことできへんし、言うたら前平場とかでおいとか言って出ていかれへんってなって、まあ悩んでて、まあこいつもそれは分かってて、はいはい、ちょっとお前もうちょっと前出なあかんっつって、うんうん、お前の性格上今の性格の感じやと、うんうん、もっと出れへんかも、変えていかなあかんっつって、うん、ちょっともう練習しに行くぞっつって、その当時、うん、三茶に住んでたんですけど、うんうん、三茶の駅前でね、うん、俺をね無理やりナンパしろ、お前ナンパしろ今でその人にこうガッと行く、うんっていう、その緊張とかをなくすために無理やりも声かけて、そのままゴールしたらそれでええし、あの無理やったらもうすぐ声かけて、で俺遠くで見てるからやってたよ。で、俺がもうやっぱ最初やり始めはもう全然声もうナンパなんてしたことなかったから全然声かけられへん。ほんだったら LINE 入ってきて、はよ声かけて時間制度設けます、あと10分以内に声かけろみたいな。どこれ？でもその10分間で全然声かけられない。でまた LINE ポンって入って残り1分、何これ？と、でね、で結果、はい、もうすいません言っても無理やり声かけて、そうそうそうんなら、うん、何してるんですかとか言って、うん、全然ナンパしたことないやつが、うん、すいません、何してるんですかとか言って、うん、あ、今帰りでちょっと飲みに行こうと思ってます、うん、ちょっと僕も行っていいですか、うん、いいですよ、つってせやせやせや成功して、うん、そのまま一緒に飲みに行ったんですよ。なあ、そうそう、で、今の僕があるんですあれきっかけ、あれきっかけでいや、そうやな、いや、ほんまに運やな、思ったわ、そういう時な。